御堂筋との交点、本町三交差点堺筋との交点、本町一交差点谷町筋との交点、谷町三交差点、本町2は大阪府大阪市のほぼ中央を東西に走る主要地方道の愛称である。商社や卸売問屋などが集中するオフィス街を貫く。区間は西区の川口交差点から中央区の城南交差点までの約 4.4km。 本町3交差点異性は国道172号の一部区間である。沿線には本町とつく町名が5つあり、下線上の区間では北側が宇都本町、南側が西本町、船場の区間では本町、上町の区間では西側が本町橋、東側が内本町となっている。2013年9月。 御堂筋坂筋間の約500メートルの区間に整備された自転車レーン。江戸時代より船場のほぼ中央を東西に貫通し、大阪三里のうち北組と南組の境界を成していた。当時の本町2の東端は大阪城南西門現在の馬場町交差点で、ここを起点に南へ伸びる上、町筋沿いの上本町と接続していた。西端は百堀川となり、 江ノ小島、川口方面へは架橋されていなかった。1868年に川口外国人居留地と高雪古島を結ぶため、木津川に木津川橋が架橋された。1874年には大阪府の新庁舎が木津川橋東沈めに完成している。1876年に改修された木津川、橋上は馬車道と歩道が区分されており、大阪における 保者分離の始まりと言われている。1913年には、大阪市電宇都保本町線の付設に伴って、谷町三交差点伊勢が、福院十二県に拡幅され、百軒堀川に江戸小島橋が加強された。1923年には、大阪市電谷町根屋川線の付設に伴って、谷町三交差点馬場町交差点馬も、福院十二県に拡幅。 1929年には、大阪市電城南線の布設に伴って、馬場町交差点から森の宮まで延伸され、ほぼ現在の姿となった。1970年には、福音80メートルの中央台通が日本南に、竣工し、大阪市中心部の東西幹線としての地位を譲った。本町通の地下を、大阪市高速電気軌道の五路線が縦断しているが、 本町2との交点に中心を置いている駅は昭和初期に開業した御堂筋線の本町駅のみで昭和中期以降に開業した他の路線の駅は本町2と中央台2の間に位置している。突起がない道路は一般指導。ありがとうございます。